私はリナ、22歳です。今私は生まれた家と違うところで暮らしています。私の実家は今は父と母、姉の3人暮らし。私は子供の頃からいつも両親から邪険にされてきました。私には姉がいますが、両親が可愛がるのはいつも姉のユキだけ。父は会社でそれなりの地位にいるので、お金には困っていないはずなのに、なぜか私一人だけ貧乏生活をさせられてきたんです。お母さん、歯ブラシがボロボロになっちゃったの、新しい歯ブラシに変えていい？何言ってるんだい贅沢な、まだ全部抜けてないじゃないか、無駄遣いするな。だってこれじゃ磨けないし虫歯になっちゃうよ。歯なんて塩つけて指でこすってりゃいいんだよ。まったく、1円も稼げないごくつぶしが贅沢言うんじゃないよ。私の頼みにはいつもこんな調子。お風呂だって私はなかなか入れてもらえないんです。私が入るとお湯が汚れるからって。だから子供の頃の私はいつも匂いがして、クラスでもひそひそされていました。だけどそれだけならまだ我慢できたかもしれません。しかし小学校高学年になった私にはさらに辛い生活が待ち受けていました。リーナ、買い物に行くわよ。え？ほらさっさと準備して。あ、私も行っていいの？あんたと行くって言ってるのよ。珍しく私を買い物に誘ってきた母に私は狂喜乱舞しました。姉じゃなくて私を買い物に連れてってくれる母の愛情に飢えていた私にとって、それは夢のような出来事でした。ねえお菓子買ってもいい？好きにしなさい。私は嬉しい気持ちでいっぱいでした。近所のスーパーでカゴを持つ母について歩きながら、私はキョロキョロ周りを見ていました。何のお菓子にしようかな。あ、このお菓子美味しそう。すると母は言いました。じゃあそれにしましょう。そして母はお菓子を私のポケットやバッグに突っ込んできたのです。え？少し後から黙って出てくるのよ。私に声をかけてきたりしたら承知しないから。呆然とする私を置いて、母はさっさとスーパーを出て行ってしまいました。待ってお母さん。私が母を追いかけると、出入り口のところで店員さんに腕をガシッと掴まれました。ちょっといいかな、ポケットとバッグの中にお店のものが入ってるよね。君一人？お父さんかお母さんは一緒？え？あの、これは？事務所に来てもらえるかな？待ってください。お母さん！私が母を大声で呼ぶと、母は気がついて、私のところに戻ってきてくれました。よかった。お母さんがちゃんと説明してくれる。私は安心しきっていましたが、母の言葉は予想外のものでした。すみません。こら、また万引きなんかして。え？申し訳ありません。この子、お店の品物と自分のものが区別がつかない時があるんです。きっちり言い聞かせますので。え？お母さん。ほら、あんたも謝りなさい。すみません。この子は頭がおかしいんです。本当にどうしようもない子だ。私は母に強引に頭を押さえられて、店員さんに頭を下げました。私は盗もうなんて思ってなかったのに。スーパーの店員さんからは何とか許してもらいましたが、その後の帰り道では私は母に散々叱られました。それは万引きした事実ではなくて、私が大声で母を呼んだこと。母は私を使って万引きさせようとしていたのです。それがうまくいかなかったことに母は腹を立っていました。そしてそれから母はたびたび私を買い物に付き合わせて、そのたびに私のポケットへ品物を突っ込んで万引きをさせるようになりました。うまくいく時もありましたが、見つかる時もあります。でも母は一人で店を出て行ってしまいますし、母には絶対に助けを求めてはいけないと厳命されているので、私はいつも一人でした。引き取りに来てくれるのはいつも父親。この子、もう何度もうちで万引きしてるんですよ。すみません、すみません。この子少し頭がおかしいんです。
お父さん、私頭がおかしくなんてないよ。うるさい。おかしくなかったら万引きなんてしないんだよ。だってそれはお母さんが。母さんがどこにいるってんだ。意もしない母さんのせいにするつもりか。何も知らない父は母の説明を真に受けて、私を盗み癖のある子供だと思い込んでいるようでした。そして家に帰るなり私を説教。そんな私を無視する母、ニヤニヤと笑う姉、家族の誰も私の味方になってくれない現状に、子供の私は絶望感でいっぱいでした。しかしそんな私にある日転機が訪れたのです。それはいつものように母が私を買い物に連れ出した時のこと。姉を連れず私と一緒に行く時というのは、いつも母が万引きを企んでいる時です。私はこれ以上万引きに加担したくはありませんでした。だから母の隙をついて、私は店から逃げ出して隠れたのです。母に見つかったらまた万引きをさせられる。私を探し回っている母の気配から逃れて、私は駐車場の片隅で息を殺していました。ずっと隠れているうちに、私はいつの間にかうとうとしてしまい、気がついた時にはすっかり夜になっていました。お店もとっくの塔に閉まり、誰もいません。母も先に帰ってしまったのでしょう。家に帰ったら怒られるだろうなと、とぼとぼと真っ暗な夜道を歩いて帰る私に、通りかかった車の人が話しかけてくれたのです。あらあら、ちょっとお嬢さん、こんな暗い中一人でどうしたんだい。親とはぐれたのかい。あ、おや、なんだか事情がありそうだね。ずいぶん薄汚れた服を着ているし、お風呂に入れないのかい。はい。そうか、よし、わかった。うちにおいで。うちのお風呂に入ってけばいいよ。え、いいんですか。いいよいいよ。さ、車に乗っとった。私はその女性に促され、車に乗り込みました。知らない人の車に乗るなんて危ないと思いましたが、それよりも私は家に帰る方が怖かったので、少しでも帰る時間を遅らせたかったのです。それに車を運転するアフロ頭の女の人にはどこか安心できる雰囲気がありました。やがて車が到着したのはとても大きな豪邸。私の家もそれなりには大きいはずですが、桁違いに大きな家です。家に入ると女性の子供たちが出迎えてくれました。お母さん、おかえり。あれ、その子は。ちょっと連れてきちまったんだよ。お風呂に入れてご飯食べさせようと思ってね。また相変わらずお人よしだね。私パニコ、あなたは。リナ。そっか、リナちゃんか。じゃあリナちゃん、私と一緒にお風呂入ろう。パニコちゃんは私と同じ年くらいで、こんな薄汚れた私に気さくに話しかけてくれます。一緒にお風呂に入って背中を流してくれました。そしてお風呂を出た後には温かいご飯。さっきの女性が出来たてのご飯を準備してくれていました。パニカーさんとパニコちゃんとパニコちゃんのお兄さんと囲む食卓。誰も私をないがしろにしないし、私だけご飯が足りないなんてこともありません。私の家となんでこんなに違うんだろう。そう思うと私はつい涙を流してしまいました。リナちゃん、どうしたの。大丈夫。ごめんなさい、嬉しくて。こんな風に優しくしてもらったことなかったから。一体何が起きてるのか私に話してごらんな。私は家庭でひどい扱いを受けていることをすべて打ち明けました。そうか、辛い思いをしてきたんだね。自分の娘と同じくらいの子がそんな生活を送ってるなんて、胸が張り裂けそうだよ。まったく。今晩はうちに泊まりな。あとは私に任せておけばいいよ。その翌日、パニカーさんはどこかに電話していました。そして私はパニカーさんに連れられて家を出ましたが、なぜか私は病院へ。栄養状態が良くなく、数日間検査入院することになったのです。入院してから2日目の夕方、私の病室に両親がやってきました。
病室には誰もいないのをいいことに、母はいきなり私を罵倒してきました。あんたどこに行ってたのよ。店中探し回ったのよ。あんたのせいで私が警備員に捕まるし、ほんと最低。お母さんのポケットにお菓子を入れていたんだって。ふざけるんじゃない。どれだけ家族に迷惑をかけたら気が済むんだ。そんなこと私してない。ポケットに入れたのはお母さんでしょ。盗み癖があるのも私じゃなくてお母さんだよ。嘘を言うな。自分がしたことを母親になすりつけるなんて、なんで子なの。入院した私の身も案じず、話も全く聞いてくれない両親。その時私は痛感したのです。ああ、この人たちは私の心配じゃなくて世間体だけが心配なんだ。すると病室にパニカーさんが入ってきて言いました。もっとく、病院内で騒ぐんじゃありませんよ。あなたたちは自分の子供がいなくなったのに気にもしなかったんですか。警察に捜索願いも出さずに。あら、話は聞かせてもらいましたよ。おたくさんたち、ずいぶんこの子に手を焼いてるようですね。そうよ、その通り。ほんと、この子を産んだのが間違いだったわ。こいつのせいで俺の立場も危うくなるかもしれない。ああ、そうですか。わかりました。ではこの子はうちで引き取ります。は？うちでしっかりとしつけをさせてもらいますよ。あらそ、勝手にすれば。うちはこの子がいなくなればせいせいするわよ。その言葉を忘れないでくださいね。今日からこの子はおたくさんとは何の関わりもなし、うちで育てますから、赤の他人と思ってやってください。後で迷惑料払えなんて言わないでよね。困っても知らないから。念書だって書きますよ。そうですね、ちゃんと文章に残しておきましょうか。お互いその方が面倒ないですしね。そりゃいい。そうすればこいつに俺の遺産だって渡さずに済むもんだ。そうよね、うちのお金は全部ゆきちゃんに渡せるんだもの。両親はそう言ってニヤニヤしながら病院を去っていきました。パニカーは私の手を握り言いました。もう安心していいよ。あんな奴らの代わりに私がお前さんの面倒を見てあげるから。うん。私はその言葉が嬉しくてポロポロと涙がこぼれました。それから数年が経ち、私は中学3年生になりました。実の両親とは何らかの書類のやり取りがあったようですが、まだ子供だった私には分かりません。でもあの日から私はパニケで暮らすようになって、以前とは比べ物にならないくらい幸せで充実した日々を過ごしていました。しかし中学3年のある日、学校から帰る途中の私の目の前に姉のユキが現れたのです。あんた随分楽しそうじゃない。浮かれて歩いちゃってさ。お姉ちゃん、あんたがいなくなってからうちは大変だったのよ。お母さんは万引きを繰り返すようになるし、お父さんはそんなお母さんに離婚を言い出すし、なのにあんただけ幸せそうな顔しやがって、ムカつく。家に戻ってこい、今すぐ。私というスケープゴートがいなくなって家族のバランスが崩れたのでしょう。母の万引き癖も、身代わりになる私がいなくなっても止められなかったのですね。でも私は言い返しました。戻らないよ、あんな家に戻りたくない。はあ、私に盾つこうっての。力ずくでも連れてってやるわよ。ユキはそう言って私の髪を引っ張りました。いて、家まで引きずってでも連れてってやるわ。やめて、やめてよ。私が姉と揉み合っているとパニコが後ろからやってきて姉を引き剥がしました。何やってんの。ちょっとやめなさいよあんた。パニコ。誰よあんた。リナの家族だけど、あんたこそ誰よ。あんたなんて家族じゃないでしょ。姉は私よ、邪魔すんな。ユキはそう言ってパニコにつかみかかろうとしましたが、パニコは逆にユキを背負い投げしたのです。うぎゃ。そんな攻撃じゃ私にはかなわないよ。なんせ今中学の体育では女子も柔道をさせられるからね。パニコ選手、見事な一本背負い、いしし。ね、逃げれ。これで懲りなきゃまだ続きする。見てて。
覚えてなさいよ、お決まりのセリフ。背中をさすりながら逃げていくユキの姿を見て、パニコは歌うように言いました。しかしそれから数日後、ユキが両親に何を言ったのか、パニ家に母と姉が押しかけてきたのです。うちの子になんてことしてくれてんのよ、慰謝料よこせ。正当防衛じゃん。正当防衛なわけないだろ、慰謝料払え。怪我もしてないくせに何が慰謝料よ。パニコは手加減して落とす先だって土の上にしてくれたんだから。あらあら、まったくしょうがない子供たちだね。わかりました、慰謝料をお支払いしましょう。え、パニコ、あら話が早いじゃない。うちの娘たちが他人様にしたことですからね。その代わりこれから先はうちの家族に一切関わらないと約束してください。もちろんリナにもね。今後リナの目の前に二度と現れないなら払ってあげますよ。するする約束するわ。てかこんな子に構ってるほど私も暇じゃないのよ。そうですか、ではどうぞ。パニカーはそう言って財布から100円玉を取り出しました。ちょっとふざけてんの。100円ポッチで何ができるってのよ。ふざけてんのはそっちですよ。道端でリナにいきなり襲いかかったのはそっち、通行人が見てましたよ。文句があるなら警察に訴えたっていいんですよ。そしたらこちらも堂々こちらの言い分を申し立てますよ。それはその100円はあんたたちへの手切れ金さあね。数年前に交わした念書の存在も忘れて、今更になってうちの娘にちょっかいかけようって奴らにくれてやる義理もないけど、その100円玉を見るたびに思い出すがいいさ。あんたたちは実の家族を100円ポッチで売ったクズだって事実をね。うん、パニカーの言葉に母たちは何も返せず、唇を噛んですごすごと帰っていきました。それからさらに時は経ち、私は22歳になりました。もちろん今でも私はパニケで暮らしています。今ではパニケの皆さんも私を本当の娘だと思ってくれているほど、私も早く本当のパニケの娘になりたいなって思ってます。そんなある日、忘れかけていた実の母が私の前に再び現れたのです。リナ、ふっ。驚いたのも無理はありません。昔は小綺麗にしていた実の母は今ではすっかり老けて、かつての私のように薄汚れていました。リナ、会いたかったわ。やめて、来ないで。もうあなたとは何の関係もないんだから。そんなこと言わないでよ。私離婚されたのよ。今お金に困ってるの。万引きで何回も捕まったせいで損害賠償請求でうちが火の車になっちゃって。万引きの損害賠償で火の車って、一体母は私が出て行ってからどれだけ万引きを繰り返していたというのでしょう。お父さんに追い出されて行くところがないの。そもそも家も売っちゃったし、お父さんも会社をクビになっちゃったから、離婚してもしなくても貧乏には変わりないのよ。雪も出てっちゃったから私にはもうあんたしかいないの。お願いよ、私を助けて。今さら何、私を100円ポッチで売って念書まで書いてるんじゃない。私があなたを助ける義理なんてこれっぽっちもないわ。そんなこと言わないで。たった一人の母を読み捨てる気。私の母は今ではパニカーさん一人だけです。育ての親でもあるし、もうすぐ本当のお母さんになるんだから。え、私パニーさんと結婚するの。結婚式が終わったらパニーさんと一緒に海外赴任するから、もう日本にもいなくなるわ。パニカーさんたちと離れるのは寂しいけど、あなたたちと遠くに行けるんだからすっきり。そうです、私はパニケで暮らすうちにパニーさんと恋仲になり、ついに結婚が決まったのです。パニカーさんはじめパニケの皆さんは祝福してくれました。特にパニコはこれで本当の姉妹だねと大喜び。私もやっとパニケの一員になれることを考えると喜びでいっぱいです。そんなじゃあそういうことだから、もう二度と会うことはないわ。そうこう話しているうちにパニカーたちが車で私を迎えに来てくれました。じゃ、さようなら。ちょっと待ちなさいよ。
リナ！私が車に乗り込むと、パニカーが車を発進させ、母はしばらく走って追いかけましたが、私たちはそのまま車を走らせました。私たち家族の幸せに向かって、子供の頃の毎日は地獄でしたが、あの夜パニカーさんと路上で出会ってから、私の人生は180度変わりました。パニーさんと結婚した後は、私の人生を変えてくれたパニ家の皆さんに精一杯恩返ししていきたいなと思っています。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。